画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、深夜の放送局 OP です。ということで、いやもうこの時間、なんか久々に動画が本当に深夜の放送局、まあ深夜に上げれるっていう感じでございます。でもって僕、深夜の放送局、毎回やるとき、基本的には、バトルガルパに関するいろいろな情報を集めて、まあそれを整理して皆さんに伝えるって感じなんですけど、なんとね、さっきまで寝てました。はい、マジでさせん。なので僕自身今から見るって感じです。一緒に見ていきましょう。はい。もうなんかいろいろと、あ、今日ガルパピコ放送の日か。はいはいはい。まずは一つ目、おかげさまで国内ユーザー数が800万人突破、800万人記念イラスト、毎回イラストくれる公式様何なんだもう。ありがとうございますって感じなんですけど、こちら記念のイラスト、リサーネーひなひなかおる様。もうなんか最近僕、瀬田カオル好きすぎて、なんかおかしいんだよね。だってこのイラストさ、まあ、リサね、ひなひなもそうなんだけど、カオルさん、結構、バーストあるね。やばいね、カオルさん。女の子だったんだ。うん、カオルさん女の子だったんだ。なんか改めて認識させられました。800万人突破記念ログインキャンペーンということで、11月16日15時より、ログインキャンペーンの開催が決定、期間中ログインしてくれた方に合計で350個、スター、無料配布。もうありがとう。ガルパも無料。無料配布しすぎですよ。もう本当ありがとうございます。おっと、そして、800万人記念、星4。一人確定ガチ。いいや、いいや、優勝スター。あ、優勝スターね。はい。ありがとうございます。優勝スターですけど、星4確定ガチャが引けるということも、なんだかんだ、まあ、こういう時普段ガチャを引かない人、まあ、推しが来た時だけ引くって方も、こういう時にね、優勝スター2500を使って、確実に星4キャラを引いていきましょう。そして続いて、追加カバー楽曲、16日より、クロースソング。ようやく、忘れてるもんだと僕は思ってたんですけど、概要欄の方に貼ってるんですけど、クローソングの開発中の譜面の動画ではあるんですけど、あ、普通にノーズ数多いよね。26、6.5、7寄りの6なんじゃないかなって僕自身は予想はしてるんですけど、まあ、こちらも僕のチャンネルの方でプレイ動画出させていただくと思うんで、アニメエンジェルビーツ挿入歌クローソング、皆さんもフルコン目指して頑張っていきましょう。そして続いてバンドリ公式チャンネル様より情報なんですが、ウィゴーコラボ、コメント欄でウィゴーのことをウィーゴーって呼んで、それワンピースやんかっていう流れ超好きです。はい、ありがとうございます。混雑が予想されるため、オープン前に入場整理券をお配りしておりますと、僕、こちらのウィゴーコラボ、明日行くんですけど、混雑予想されるため、オープン前に整理券がマジか。そんな感じが今情報を知るっていう、はい。もうちょっと早く行く予定を立てた方がいいのかな、これは。そして、第2回ウィゴーコラボ記念キャンペーン開催決定。こちら、なんと、ガルパ内でウィゴーコラボメンバー5人のプレゼント決定。いや、熱っ。これ衣装はもらえない感じだよね、確か。ワンチャン衣装もらえるんであれば、すーげーテンション。やばいことなるよ。だったらもう、カオル様のあれ、あ、もうね。はい、そんな感じで、ざっと見た感じ、今回以上でございます。先ほども言ったんですけど、僕一応明日、ウィゴーコラボの方行くんで、魔の東京原宿に、ちょっともう死ぬかもしんないんですけど、ビクビクした小鹿みたいなやつがいたら、そう、僕なんで、はい。一応明日行くんで、クローソングや星音確定ガチャに関しましての動画は、ちょっと遅れる可能性あるんですけど、まあ、行くからには楽しんでいけたらいいなと思います。明日原宿やら、ウィゴーに行くという方は、心してかかるように、忠告動画。はい、そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。オッピーでした。またね。バイバイ。